はい、皆さんこんばんは、ね、こんばんはってね、エンプラチャンネル深夜便でございます。今日はですね、サイボーグ009、本当はですねダグダムとかボトムズについてちょっと話したかったんですけども、まあその話をする前に同じ高橋監督作品ということでサイボーグ009ちょっと用意してみました。ね、高橋監督が手掛けたサイボーグ009とはちょっとね、008の顔がちょっと違ってるのが、ちょっとね、劇場版になってるのがちょっと、残念ですけども、まあこれもご時世ということでお許しください。というかね、このちゃんとした顔のピューマが出てないのがちょっと残念ですよね。原作オリジナル、まあそれで高橋作品のアニメ版の、あの顔結構好きだったんですけども、今なんかね、人種問題に引っかかるなんて言ってますけど、そうかな、ね、だったらこっちの中国のちゃんちゃんこの方が怒られそうな気がするんですけども、まあ、サイボーグ009の話なんかはね、まあ、そんな、する必要もないぐらい皆さんご存知だとは思うんですけども、まあ、高橋監督作品ということで、私ですね、あの頃すごくアニメに興味を持った時期、アニメというものにはすごい興味があったんですけども、サイボーグ009という作品ですごくアニメが好きになった。というのは、それまでのアニメーション作品というのは、まあ淡々と絵を描いてるっていう感じがしてたんですけども、このサイボーグ009のオープニングを見た時に、なんてスタイリッシュなんだろうってね、すごく美しいオープニングだったわけですよ。まあアクションのキレがいいと言いますかね、本当にどのシーン撮っても名場面みたいな、いや、あんなかっこいいものが作れるんだっていうね。まあ元のね、それよりももっと昔のサイボーグ009のアニメーション作品というのは、そんなにね、今思ってもかっこいい、ね、あの当時としてはかっこよかったかもしれないですけども、まあバタ臭いアニメだったもんですから、それがやっぱり作画する人、監督する人が違うだけでこんなに素敵な作品に変わるんだなっていうところで、もうびっくりしたことがあります。まあアニメーションの進化を感じた瞬間ですよね。逆に宇宙戦艦ヤマトとかはですね、淡々と手間かけて絵描いてるなっていうところは感じてはいたんですけども、作画技術的にはすごいとは思ったことがなかったんですよ。ところがサイボーグ009っていうのは、もうなんかあの絵の描き方とか、ちょっとしたポーズの一つ一つがすごいかっこいいと言いますかね。あれアニメーターの力がすごいよく出てると思うんですけども、まあそんなところで高橋監督というものにはすごい興味を持っていました。とはいえですね、監督自身にはそんなに期待はしてない 期待してない、ひどい話だなっていうのは、石森章太郎さんっていうね、大先生ですからね。大先生って言っても馬鹿にしてるような大先生じゃ、本当の偉大な先生なので、まあそういった先生の作品をアニメ化するっていう時にはね、やっぱり局の方としてもアニメ会社としてもすごい気使うと思うんですよ。ね、そんなとんがった監督当てたりしない、まあとんがってなくて実力があって人格者で調整もうまくて、なんかそういったイメージですかね。ですからね、すごく面白いものが作れないけども、外れもしないだろうなっていうようなイメージ。まあそういったサイボーグ009を作ったということでね、そういうイメージ持ってました。もう本当に作画がね、本当他の作品とはちょっと一味違う演出とかがあって、本当に好きな作品でした。特に好きだったのが、ね、サイボーグ009見てた理由の一つがこのドルフィン号、ね、もうこういうのが大好きなんですよね。こういう、乗り物に乗って冒険に出かけるっていう、ね、かっこいいですよね。これドルフィン2世号、なんで2世紀号なのかといいますと、1世というのがね、その前の白黒じゃないですけどね、まだジョーが、ね、島村ジョー、この方がですね、白い服を着ていた頃のサイボーグ戦士たちの乗り物が、ドルフィン1世号という名前。あれはどっちだったかな、映画版に出てきたのかな。それがもう、ちゃんとドルフィン2世号としてこの作品は出てたもんですから、それがね、すごく嬉しかったですよね。あ、ちゃんと昔の作品も覚えてるし、あれの続きなんだっていうところがすごく嬉しかったです。まあ、それがギュッと
ね、詰まっているのがこの目かということなんです。まあ、ドルフィン号についてはまた後日何かお話しできればなと思っています。今日はですね、サイボーグ009、本当にアニメーションって楽しいなと思わせてくれたこの作品でした。はい、それではまた失礼します。